左翼テレビ朝日が安倍政権に降伏、元ホーステープロデューサーの移動で、日韓現代が元ホーステのチーフープロデューサーであった経済部長が移動したと発表しました。それに対して、このようにおなじみのメンツがですね、テレビ朝日が安倍政権に屈したと散々主張してるんですが、 このテレビ朝日自身が単なる通常の人事異動であり部長という地位は維持されているとして反論しております。皆様、このような事実に基づかない情報に騙されないように注意していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。